フランクルネ・シュレクは、ルクセンブルクの元自転車競技選手。同じく選手であり、先に引退した弟、アンディ・シュレクとは、プロ時代は常に同じチームであった。また父、ジョニー・シュレクも自転車競技の選手であった。フランク・シュレックと表記されることもある。アマチュア時代は、イタリアのチームを渡り歩いていたが、2001年当時、 所属していたフェスティナが消滅することになったことから、2002年に ACC コンテルンのユースコーチであったマルセル・ジレを介して、チーム CSC の監督、ビャルヌ・リースと接触。チーム CSC のスタジアルチームに加入することになり、翌2003年にプロ契約を果たしてトップチーム入り。2005年、ルクセンブルク国内選手権、個人労働を制覇。 また、チューリッヒ選手権では2位、ジロ、ディロンバルディアでは3位に入り、この年より実施された、UCI プロツアー総合13位となる。2006年は、アムステルゴールドレースを制したほか、パリ・ニースでは、総合5位、フレッシュ・アロンヌでは4位に食い込んだ。さらにツール・ド・フランスでは、ラルプ・デュエズにゴールする15ステージを制して、総合11位。また、 UCI プロツアーのランキングでは、総合3位に入って、トップ選手の地位を確立した。この年、ルクセンブルクスポーツマン・オブ・ザ・イヤーを受賞。2007年は、落ち車続きで不本意なシーズンだったが、それでも、世界選手権、個人ロード4位。また、UCI プロツアーでは、総合17位に入った。アムステルゴールドレース2位、リエージュ・バストーニュリエージュ3位。 その後、二度目となる国内選手権、個人ロードレースを制覇。ツールドフランスでは、第10ステージ以降、カデル・エヴァンスに1秒差の総合2位を堅持していたが、アルプスコエステージ第1ラウンドとなる、第15ステージで、総合首位となり、自身初のマイオ上ヌを主中にした。通算2日間マイを守り切った後、ラルプデュエズがゴールの、第17ステージでは、 終盤になって、区間優勝を果たすことになる、カルロス・サストレのサポートに回る形となり、サストレに、マイヨ・ジョーヌを開け渡した。また、対20ステージの個人 TT でもタイムが伸びず、結局総合6位となった。サストレがサーベロテストチームに移籍したため、チームサクソバンク、チーム CSC から、会消では、弟のアンディと並び、 グランツールでの総合争いを担うエース役となる。パリ・ニースでは総合2位に入り、ツール・ド・ルクセンブルクでは総合優勝を達成。ツール・ド・フランスの総合争いが過強に入った第17ステージでは、最後の1級三岳の手前の2級三岳でアンディを連れて飛び出し、 ランス・アームストロングやアンドレアス・クレーデンといった総合争いのライバルを振り落としての逃げ切り勝利を決めて総合3位まで一時浮上した。その後の第18ステージでの個人 TT でややタイムが伸びずに表彰台は逃したが最終的に昨年を一つ上回る総合5位に入った。鎖骨にボルトを入れたままツール後の復帰戦でブエルタへ出場。 前半は制裁を欠いたが徐々に順位を上げ総合5位。シュレクはツールドフランスに参加していたが、2012年7月17日、国際自転車競技連合は、シュレクの尿サンプルから、世界アンチドーピング機関が、禁止薬物に指定している、利尿剤キシパミドの陽性反応を検出したことを発表した。シュレクのツールドフランスの危険処分となり、 警察の事情聴取を受けた。世界アンチドーピング機関は、キシパミドをパフォーマンスの向上目的で使用したのではないと証明することができる物質に指定していることから、今後はドーピング事例に当たるかどうかが問題となっていた。ツールドフランスの山岳ステージで2勝の実績を持つ、世界トップレベルのクライマーである。またワンデーレースでも、 数多くの上位入賞を果たしている。しかし、下りをやや苦手としているのか、見るものを、ひやりとさせる落ち者が多い。F シュレク、パリ表彰台目指して二人は数え切れないほど、アタックした兄と弟の協力コンビ技で、シュレク兄弟が最難関山岳ステージを制す。レディオシャックのシュレクから、陽性反応、ツールドフランス国際ニュース。 アフップブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルスラッシュスポーツスラッシュサイクリングスラッシュ2890099スラッシュ 9262240frnk シュレックギブンワンイヤードーピング版サイクリングニュース1月30日付2008年のツールドスイスにおいて 下り坂で曲がりきれずにガードレースに衝突してそのまま、崖下に転落するという衝撃的な落ち車をしている。2008ツールドスイス第5ステージに、3。ありがとうございます。